さあ、先ほどの廣田と薫の試合の、まあ、直後、これ安野さん、顔を合わせた試合はやはり場内はどうしてもね、ですね、ちょっと待ってください、雰囲気は表現するんですよ。ちょっと、これですね、下げますか。とりあえず尾崎がポリスを制しましたね。おおっと、普段とまるで逆ですよ、これ。怒られもさすがにざまあ見ろと言ってた。怒られてやるの。あれ、なんかあったんですかね。今終わった試合でも、あの、薫はね、狂気使わなかったですけど、まあ、あれは廣田との一戦だったところあるんですが、まあね、この尾崎は長与との一戦は、通常だったら仕掛けてきそうなものなんですよね。普通はね。ポリスを下げました。そして自らも全然凶器を使う気配はないですね。どうなんですかね。なんか伏線がないですよね。ああ、ポリス来た。やはりポリスの介入はあります。さあ、おっと、張り手。ただなんかちょっと唐突すぎるんですよね。こうやってこう。クリーンなファイトに来るにはこの前の試合の薫との流れってことはないんですか。いや、ないです。それ全然関係ないでしょ。狂気を使うのやめたとかそういうことはないわけです。例えば前の大会で何かあったとか言うんだったらともかく、あ、そういうのないですからね。何なんですか。しかも今身内のポリスが今張り手で唖然としてましたんでね、あ、また来た。あ、ポリスはいつものようにやっている。後ろからこれ尾崎の棒ですね。尾崎がかあ、クリーンファイトですよ、これ。普段とは全く違う感じになってますが、ただね、僕昔ね、あの新日本プロレスでね、タイガー Z シンがね、坂口誠二さん、今の会社とチェーンも捨てたとやった時ね、こうやって妙にクリーンファイト最初にやった時っていうのはね、なんかそれで騙して悪いことする時ありましたからね、まだ油断はできないんですよ。分かったよ。悪党はたまにそういうことやりますからね。分かったよって今尾崎言ってましたけど、伊藤レフリーの呼びかけにもしっかり答えてますしね。まだ分かんないですけどね。僕はなんかこう、そうそう今日はクリーンに正々堂々とってほど、なんかそう単純な女じゃねえと思ってるんで。なんかでも、ハワイアンスマッシャー、いや、ワンハンドバックみたいです。カウントは2。カオルとの流れをこうやっぱり関連付けてしまうのは私だけなんでしょうかね。いや、それ関係ないでしょ。廣田カオルと尾崎長与ちぐさをそんな連続性で見ないですよ、普通は。でもここまでやられると尾崎興味使ってないんですよ。チェーン、あ、ほら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 、チェーンを自らこれは使わんぞという意思表示。ただ薫選手も机は使おうとしたでしょ。机の板は、まあ、一応ね、全くのクリーンファイトだったわけじゃないですか。はいはいはい、まあ、結果使わずに勝敗が決まったというところありましたけどね。まあ、廣田選手の土俵でやったら結果的に使わなかっただけであって、この尾崎選手のなんかあまりにもちょっとなんか唐突な気がするんですよね。薫がようやく前の試合からセコンドに戻ってきました、ね、さあ、これを、これがどう、薫がセコンドに途中から来ては、なんかゴソゴソしてますね。尾崎は薫を制しませんね。なんか渡しましたよ。はハサミだ。え、はあ、噛み切ってる。ごそっと切った。尾崎真由美、ハサミで長与の後ろ髪を切り落として表現した。これね、大阪といえばですね、長与選手があのかつてダンプ松本とですね、髪切り待っちゃって暴走されたのが大阪なんですよね。あーっと、バリカン、バリカン、バリカン、あーっと、薫は思わない。おいおい、尾崎真由美表現。あ、やっぱこういうことは油断させたんですよ。うわー、チェーンで挟んで長与手が出せません。うわー、バリカンとハサミ。おっと、あ、やっぱりこういうことだったってことでしょう。レフリーが来たら隠してますね。堂々とはやってないけど、やっぱり反則負け取られますからね。あ、そしてまたクリーンファイトらしきものに戻る。
いやー、尾崎真由美、やはりこれは俺は長代選手切れてる長代ちぐさ、これは当然でしょう。そりゃそうでしょう。いや、私も騙されましたね、完全に。いや、いくらこんなですね、お礼とか言ってですね、こういう髪型してるとはいえですね、女は女ですからね。いや、男だってそんな試合中髪切られたら怒りますよ。まあ、そうですよね。女の命と呼んでるもんですからね。しかも長代選手の場合、やっぱ勝ってそう髪切りで坊主をされた記憶とか、しかも同じ大阪っていうので、あ、なるほどね、やはりその場所ってのは佐山さん、精神的にもあるでしょうね。まあ、会場は違いますけどね。長代千賀さんも後ろ髪がありません。バッサリ切られました。すいません、通常の髪切りデスマッチってあるじゃないですか。髪切りマッチですね、あれっていうのはどういう流れから始まるんですか。いや、もうケースバイケースですよ。でも決着者なんですよね、通常は。もう因縁のある2人が最後、もう一番大きいリスクを背負って、まあ、負けた方が髪を切ってという。こういう仕掛けっていうのは、じゃあ本当に突然。でもこれ髪切りマッチに持ち込むためとかいうんじゃないと思いますよ。だってもう、だったらこんな切っちゃったら次の大会で長いついた選手もう多分もうかけるものないですね、かなりこう坊主に近い頭が出てくることになると思うんですよ、もう。いやー、ちょっとあぜん、やってることもあぜんなんですけど、その後の DX がほとんど反撃ができてないという、この長代の怒り狂っている様にですね、抑えるのがやっとという感じになってますが、ね、カウント2、もう長嶋選手も勝手に入ってきてますね。あ、いや、前の試合のあのカウルの印象とは全く違うカウルがセコンドに突如現れまして、リング上は予想だにしないことが起こっております。あ、もうなんか勝ち負けは度外視ですね。あ、机を長代が取られた。怒っている長代ちぐさ、怒り狂っている。カウント1。おお、裏手おかしい。さあ、やーっと、すごい角度で落ちた。おお、カウント3だ。あらっと、で、須山さん、なんか勢いだったけど、まあ、さっきの技って、あれ、あ、まだいきますか。うわ、長代は、もう勝敗は決まっているぞ。お前の勝ちだ。完全に切れてんな、内草。これちょっと尾崎ももうオータップしてますけどね。長代も手がつけられない状態でしょ、これ。いやー、レフリー伊藤が止めました。今ようやく2人が引き離せた感じですが、でも長代選手、これちょっとかなり無残な虎狩りにされてしまいましたね。バリカンとハサミいきましたからね。ハサミはよくありますけど、試合中に僕バリカン使ったの初めて見ましたね。長代いった、もう尾崎も逃げるしかないか。あっと捕まった顔で、あ、バリカンバリカンとバリカンと、あ、よっしゃ、いいのにポリスが戻ってきた。あっと、これはなるようになっちゃうんじゃないかな。なるようになりそうですね。あの DFX の2人逃げちゃいましたからね。あ、バリカンバリカン、あ、ポリス捕まった。あ、どん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 なくなる。あ、長代も完全にこれは切れちゃってますね。怒り狂っている。ああ。瀬尾さんおっしゃるように、もうこの長代の髪がなくなってしまうと、今後の展開っていうのはどうなるの。いや、だけどこれさっき無差別攻撃みたいなこと言ってたんで、はい、まあ、髪を今後はもう試合出るために相手の髪狙ってやるっていうことだと思うんですが、そんなことやるとですね、DFX だってただじゃ済みませんよ。あの長代の何か怒りを買いたいとかっていう意図ではなくて、ハサミ持った。あ、完全に切れちゃいました長代ちぐさ。ああ、切り裂いてる。これ高いよきっと。ああ、うわ、もう、いや、になりました。この一戦は今後どういう意向を残していくんでしょうかね。大変なことになりそうですね。長代ちぐさが切れました。行っちゃってるよ、あいつら行っちゃってる。
いくら今自分たちが核じゃなくてさ、いくら星落としてるからって言ったってな、もう俺ボーダーを越えたね。ボーダー越えたんだったらボーダー越えるような状況を作んなきゃダメだね。ダメだ、ああもうダメだ、あいつら徹底して叩き直さないと。あの二人の坊主頭見てみたいだろう。見してやるから必ず。すげえすげえ昔、長屋はほら大阪でさ坊主になった時あんじゃん、若い頃だったら。こんな大阪でどうせ長屋とシングルやるんだったらその時をね思い出す、思い出すが、こんな大阪にはねもうそれぐらい坊主ぐらいしてやんないとさつまんないじゃん。昔にすがりついてさ、うん、今もやってんだからどうせだって昔のこと思い出させてやるっつってんだよな。絶対としかし大阪イコール坊主、いつかやってやろうと思ってたもんね、髪の毛長いうちに、うん、ちょうど伸びてきたじゃん後ろだけ。あれ何とかしてあげないとかわいそうでしょ。恥ずかしいだろあんな頭はね。だから優しいじゃんそういうのも。本当だよ、みっともないじゃんあんな髪型してたら。時代考えろっつうな、ほんとバカじゃん。まあほら長島も余計なとこでちゃちゃ入れてきたし、まあ次長島も気をつけろと忠告しといてよ、うん、やっぱこいつやろうかなと思ったもん急にね、うん、なんかカチンときたこいつがいいやとかさ、うん、だからターゲットは誰とかじゃなくてさ、うちらのコロコロ変わる気分次第だよね。そうだよ。